いいな、やっぱ小人使ったらいい感じに世界広がるよね。で、こっちから回れると。ん？回って帰ってきたんか、こっち。ほい！ということで、今回もやっていきたいと思います。ってことで、早速、夢見え。このまま眠りにつこうかな。眠ります。おし。はい、白鳳島に到着。やってきたよ、やってきたよ。いきなりの滝が。さあ、目を開けてくださいな。あなたは今、白鳳という島に目を見てらっしゃるのよ。お帰りになりたい時には、こちらのベッドにもう一度横になってくださいましね。それでは、都の白鳳島をご堪能くださいまし。この白鳳島はね、ベネチアとか鎌倉、江ノ島、天の川をモチーフにして作っているらしい。あ、すごい！見てこれ！周りめっちゃ囲まれとる。周りめっちゃ囲まれてる滝で、すごい。かっこいいね。あ、虹かかっとるやん。綺麗。うちのね、アイナ島も、一回だけかかったことがある。こういう使い方が、この下の。あ、これ前出坂？ぽいね、ぽいね。まあ、入り口入ってすぐのところに、なぜ大王グソクムシが。広場がありまして。あ、かわいい。服装はもともとこういう服装？違うかな？ティーナちゃん。あら、もしかしてお客様ですか？ちょっと寝起きのぼんやりした頭で何もおもてなしできませんが、ぜひ楽しんでいってくださいね。ほっ。ほっ。あとね、なんかこの島は、青い家がね、特徴的らしくって。あ、この辺めっちゃすごくない？ちょ、待って。どの辺から見ればいいかな？この辺りから？これやばくない？めっちゃ街並みって感じ。超街並みって感じじゃない？すごいよね。え、これは？あ、なるほど。え、ってことは、これ、あ、なるほど。崖の上にパネル置いてそういう感じに見せたんや。すごーい。ね、やばくない？ね、この水辺の、あ、これもしかして船に見立てとるってことかな？ぽいよね。すごー。え、これソリやろ？え、すごい。そういう見立て方が。かっこいい。で、これが街並みで、で、こっちの方入ってきたらね、ちょっとした商店が並んでいるという。やばいな。ほら。あ、ここでちょっと演奏が。なにこれ、こんなかっこいい感じにできるん、ピアノって。これ、前でさ？こういうデザインのがもともとあるんかな。そしてほら、ちょっとしたカフェ。あ、パンがいっぱい並んどるよ。びっくりした、なんかと思った。リメイクキット。あ、これって中でちゃんとピザ焼かれようやね。へぇー。あ、すごい、奥にもちゃんと、ほら、ビルがあって、そういう街並みっていう感じに見えるようになっとんやね。すごい。かっこいいね。絶対こんな風にできんねえけど。あ、待って待って、あっちの街並みをもうちょっと見たい。こっちのちょっと、小さな商店みたいな感じのとこ。ね。まあ、多分エリアごとに色々と割られとんやと思うけど、ここは、あれよね。ベネチアエリアということよね、きっと。ベネチアってあれよね。水の都？間違ったっけ？水の都よね。確か。ほら、この辺にも。いいね。いいね。めっちゃ綺麗な街並み。あ、そしてここに、エイブルシスターズ。やっぱこの店の、もともとのこういうね、公共施設の位置とかもさ、え、これ見て中に媚び通る何気に。なんか公共施設とかの位置も自分で決めれるけん、いい感じに組み込んどるよね。すごい。あ、植物屋さん？へぇー。あー、浜辺もめっちゃオシャレな感じにできとる、すごい。浜辺にこんな前で座を使ってね。ごめんよ、パッチ。ここでは果物が売られている。ほうほうほう。なんかあれだよね。どこもかしこも綺麗な感じなんよね。通れんかった。そこは通れなかったわ。ベネチア。もちろん行ったことはないんやけど。あ、綺麗！え、めっちゃ綺麗！
なにこれ。これは砂なんかな？星の砂的な感じ？すごいね。え、ここで何？絵を描き寄るっていうことなんかな？展示？すごい。なんかすごい絵になるよね。普通になんか並べとるだけなんやけど、めちゃくちゃ絵になるよね。あ、そしてここで、休憩ができると、浜辺でね。これあれやっけ？カメハメハ大王やっけ？なんか、習ったよね。習ったというか、幼稚園ぐらいの時に歌を習った。あと、小学校の時のさ、歯磨きタイムの音楽がね、そうやったよね。なぜって感じやけど。ここはなんか、普通に、日本の古き良き景色。いいなぁ。いいなぁ。自販機ピンクとかあるやん。なんか横にハート書かれてるし。へぇ。いろんな色があるよね。ラーメンの屋台。すごい。こっちは？なんて書いとんやろ。ビールかな？うさビールって書いてる？違うかもしれん。ここ何屋さんやろ。なんかセールが置かれとるってことは、中華まんとかそういう感じ？あ、で、こっちにはたぬき商店が。やっぱりね、これが、アパートじゃないわ。デパートとかになるわけじゃないけんね。こういう景色に組み込んだ方が綺麗な感じに見えるんかな。あ、フルーツジュース。良きだね。びっくりした。なんかと思った、ムカデがおる。あ、このテーブルセットめっちゃ綺麗。いいな。この色のが欲しい。うちなんかめっちゃ普通にさ、白と青のラインのやつしかないんやけど。超シンプルなやつ。あ、こっちに持ってやんのかで、気づかんかった。待って、なんで海藻がこんなところに落ちてるんだ？なぜ落ちてるんだろうか。なんか奥に、図書スペースない、向こう側なんかな。あ、こういうのね、店の前とかに置いてあるよね、ガムボール。こっちは？あ、普通に、一軒家の裏側って感じかな。なんかすごい広々とした空間に。あれは？トムソンさん？あ、こっちの奥には行けないのね。なるほど。ここはどこ？鎌倉？私その鎌倉っていうのがどういう感じなんかがよくわからんくって。教科書とかで見たことはあるんやけど。いいね。こういう自然な。なんか綺麗。この二段になった感じ。滝が。なんかどこを切り取っても絵になる。何？こういうさ、なんていうやろ、雑草の生やし方一つ取ってもすごいよね。私なんかひたすら綺麗にするっていうことしか頭にないけど。お、綺麗ここ。見て見て。え、だってこれ、前列で作った池ってことやろ？すごいな。ほら、ちゃんとなんか鯉とかがおるような感じになっとるよ。言葉にならない、すごい。ここは入り口のところか。うん、島になってからこう、どういう感じで回っていけばいいのかがよくわからなく。こっち側行ってないよね。あれ、こっち側行った、こっちがベネチアエリアか。待って、どうやって行くんだ？マップマップ。あ、橋がかかっとんよね、あっちに。渡ってきたところかな。こっちから行けるってことか？違うな。こっち滝やったね。待って、迷子になる私。やばい、島になってから迷子になるよ。とりあえずこっち行って、どこだ？こっち側に橋がかかっとんかな。あ。え？何？どうやって行くんだ？なんか段差になっとんやけど。あ、ここから降りるのか。あ、すごい、この辺から青いエリアや。ほら。青い世界が広がっている。花も含めて。絵とかもちゃんと青で統一しとんやね。なんか統一感あるところって、あ、こっちからも来れるんやね。ベネチアエリアやろ、あっこ。あ、で、ここで、おしゃれにしつつ、作業台があるという。あー、めっちゃいい。超良くない？ちょっとこっち向いて座ってくれないのか。こっち向いては座ってくれないのか。なるほどね。青いアジサイで。うわー、すごーい。
なにこれ、同じゲームをしているとは思えないんだけども。あ、待って。青いエリアはここから見える位置だけということか。いやー、すご。こんだけさ、同じ色のものばっかり集めるのって絶対大変やと思うんやけど。ほら、干されてる洗濯物まで青。はい、それじゃあお邪魔しまーす。あ、家の中はちょっと薄めの水色で統一される感じ？すごい。綺麗だな。水色系ってすごい清潔感ある感じするよね。こうなんか水色と白で。なんなの？ペットはカミツキガメなの？個性的なペット。いいなぁ。全然こんな色の家具ないんやけど、私。この、あの壁掛け時計だけは一緒。はい、それじゃあ、左の部屋へ。おぉ、こっちは、濃い青。あ、ちゃんとパチャパチャ言うんやね、これ。なるほど。これは何？何の魚やろ？釣ったことあるかな、私。いいね、なんか。まあ、こういう、何？中華系のベッドって、なんか知らんけど、真ん中にあるイメージはある。何やろ。映画とかでそういう感じなんかな。はい、そして、奥の部屋へ。お、奥はなんか、めっちゃキュートな感じ。え、これって、クマの顔に花柄とかあるんや。へぇ。あ、顔だけじゃないんやね。体全体もか。柄がついとってさらに服着とるっていう感じ？そういう感じなのか。見て、なんかめっちゃ設計図が。ちゃんとこういうのって上にあるんやね。この色初めて見たな。あ、周りは雲が流れているやつやね。多分私この壁紙持ってたはず。こんな感じで活用はできないけども。はい、そして、右側の部屋へ。お、右側は、すごいシャワー2つついてる。お風呂。え、お風呂こっちにもあるやん。こっちは、水風呂？プール？あ、見てこれ。休める場所もあったかと思えば、テレビもある。豪邸だな。え、なにこれなにこれ、この壁。氷？すごい。こんな壁あるんや。全然そんなのないな。あ、てかあれいいね。なんかあっこからさ、あっこの口から出そうな感じを醸し出しとるやん。あのライオン。はい、そして、あ、こっちからはいけなかった。はい、そして、2階へ。うん、2階は子供部屋？すごいなんかごちゃごちゃした感じ。なんか右側と左側で全然違う。あれかな？兄弟なんかな？こっちがなんか男の子で、こっちは女の子。女の子のスペースはなんか、ぬいぐるみで圧迫されているけども。ね、かわいい感じ。あ、すごい、OK モーターそのやつ。ここに組み込まれとる。他のゲームたちと共に。いいね、いいね。あ、これ、めっちゃなんか、かっこいい色やん。え、これ、母からのぬいぐるみよね。多分。あ、でも、こっち側に置いとる靴とかも、女の子もねやな。両極端な趣味があるということだろうか。まあ、私もそうやってけど。小さい時。着せ替え系の人形も持っとれば、トミカとかも持っとるっていうね。お、地下はちょっとかっこいい、スモークが立ち込めている。バーかな？見てこれ、アイスや。これはきっとガリガリくん。違うかもしれんけど。あ、でもガリガリくんは、もっと四角いか。見て、そしてなんか、ここに紛れて、地下系住民二人。いいね、いいね。すごいおしゃれ。やっぱこういう、おー、びっくりした。こういう空間はやっぱりごちゃごちゃした壁紙の方がいいんかな。かっこいい感じするよね。すっきりしとってもなんか物足りん感があるかな。お邪魔しました。なんかすごいよね、この青いエリア。家の中もすべての部屋が水色、まあ、青系統一されとったやん。
やばいね。なんか一個一個の部屋別々のテーマにしてるとかよく見るけど、家全体が同じテーマで統一されてるって、すごい。見て、向こうの方になんか、五重の塔があるよ。すごーい。あっちかな、鎌倉エリア。鎌倉なんかさ、大仏とか、そういう和のイメージがある。あ、ここ、あれやん。天の川エリアじゃない？あ、この景色、良き。どうも。メガネ持ちの魚さん。あつ森。メガネ持ちの魚っていうのは魚の名前なんかな。一応ね、この島を作った方で、デザイナーさんらしいんだけど、やばいよね。こういうところにも活かされるものなんだな、やっぱり。まあ、センスがないとできんもんね、そんなこと。やばい。待って、思いっきり川。あ、でも、ここに橋があるということは通ってきてよかったのか。なるほどね。やばいね。こんな感じにできるものなんだな。うわー、かっこいい。え、だってさ、ツイッター上でね、その画像を見ただけでも、すごって思ったもん。やばいよね。ほんと、同じゲームではない。同じゲームではない。ここが、まあ、天の川エリアと。ひえ、素敵だな。ね、あの五重の塔はさ、普通に何？自分で作る感じ？クラフト？でもね、だって公共施設というか、マイル交換のところにはないもんね。お。いい感じに、石碑が立っている。なんかこういう、なんやろう、崖にこんな風に綺麗に配置ができないんだが。私は崖には何も配置していない。あ、すごい！見て、ここ。あ、ここがあれやね。江ノ島エリアってことか。あれよ。江ノ島とか行ったことないけど、江ノ電って聞いたことあるもん。ほら、この電車。いいね、なんか、街や。ジオラマがここに。すごーい。そして向こうにうっすらと虹が見えとるのがまたさらにいい。ね。綺麗だなぁ。こんな感じに私もできればいいのに。あ、この辺はあれか。まだ出来上がってないですよっていうことかな。いやね。まだまだこんなに余白があるということは、これからさらに綺麗なエリアが出来上がっていくということやろ？うわ、やばいなぁ。やばいなぁ。見て見て、これこういう感じでや、毎度でやってるってことはさ、やっぱり、あつ森にはお寿司は出てきてないってことよね。なんでなくしたんやろ？絶対和風エリアにいると思うんだ。だって私、飛び森の時にさ、村巡りしよって、お寿司めちゃくちゃ活用されてたもん。なんでなくしたんやろ？ね。不思議な感じだわ。やっぱ橋から見える風景いいっすね。いいっすね。誰やねんって感じやけど。すべての場所が素敵すぎた。待って、ちゃんと全部行けた私。ん？あっちの奥にもなんか家があるね。どこから渡っていくのあれは。ちょいと待ってくださいまし。え、私2軒行ってないよね。1軒しか行ってないよね。え、行った？あ、ここから渡っていくんかな。ちょっと待って。もう自分が何軒家に行ったのかも分かってない。だってさ、これ、まあ、厚森になって、島全体を、こうやって行けるようになってさ、あれやん。思うんやけど、確実に、なんかあのエリア行ってなくない？あっこに渡って行けるっていうことよね。家よりはるかに、こう島全体、周りを見て歩くことの方が増えた気がするんよね。え、どうやって行くの？うぃー、通れねえ。こっちか。あ、行ける。なるほど。こっから渡っていくと。結構みんなこうやって飛んでいく感じの多いね。こっちのはなんか、赤い。チューリップや、チューリップ。いいね、いいね。あ、この斜めの道。ここはチャペル？めっちゃ素敵。よき。何あの奥の。あ、あれか、オルガンか？オルガンの前に、多分パネル置いとんや。いいね、綺麗。ほら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 、こういう感じ。ここで、誓うんすね。永遠の愛を。まだどっか行けるところが。なんだなんだなんだ？
どこからどう行けばいいんだ？思うんやけどさ、迷子にならん？みんな迷子にならん？ここはちょっとしたカフェ？あ、あっち側に行けるね。ほらほら、こっち。あ、あっこから登れるんや。おー、なるほど。こういう高いところ、見晴らしのいいところで。いいな、リンゴの木もなんかすごい絵になるもんな。全部込みで絵になるもんな。あ、こっち渡っていけるんよね。ほ。そして、ここぐるっと回るんかな。あ、なるほど、こっちキャンプ場や。へぇー。アヒルとかカモとかいっぱいおるよ。ほら、ここがキャンプ場。あ、すごい、なんかキノコがいっぱい生えとる。え、これかわいい。え、めっちゃかわいい、これ。いいね。なんかちゃんと犬とかに見えるやん。今までなんかパステルチックなのとかさ、ちょっとビビッドな感じの色のは多かったけど、リアルな感じの色のってなかった。あ、ここは何？小人たちが暮らしてるのね。いいな。やっぱ小人使ったらいい感じに世界広がるよね。で、こっちから回れると。ん？回って帰ってきたんか、こっち。ここから行けるんかな？え？どうやって行くんだ、ここ。こう？行けなくない？どうやって行くんすかね。え？行けなくないすか？行ける？これ。待って。地図、地図。え？何？どうやって行くのこれ。上から飛ぶの？違う。え？行けない。何？どうやって行くんだこれ。行けないんですが。あ、こっちからもしかして。え、違うね。え？違わない？ちょ、待って。あの上に上がりたい。あ、ここから。違う。あれ？戻ってきた。あ、え？待って。どうやって行くのあれ、こう。え、行けるよね。え？もしや、行けないんすか？え？なにここ？プライベートビーチか。なんかちょっとしたスペースがあった。え、待って、行けんくない？ここの上。え？どうやって行くの？行けないの？もしや、行けないの？え？だってこっち側を、こっちに、行けなかった。行けなかった。え？何？どうやって行くんだ？行けないの？これはあえてつぼみにしとるってことかな？行ける場所がない。あれかな？まあ、多分、本人はさ、はしごとか使って登っていけるんやろうなとは思うんやけど。え？行けないっすよね。え、やっぱ、いけないっすよね。なんてこと。なんてこと。へぇ、結構うろうろしてみたけど、いけそうにない。え、あれやろ？その辺に、持ち物とかないもんね。なんかその辺にさ、はしご置いとったりとかする？それはないかな。ない。なるほどね。まあ、いけない場所ということなんだろうかね。まあ、すべての場所がいけるわけではないか。うんうん。これ何？落とし物？旅人のリュック。ああいう形で置いとくこともできるん。え、通れなく。え、あれ？通れなく、あ、びっくりしたわ。通れなくなったんかと思った。焦ったー。よし。ということで、戻っていきましょう。また、いろいろと、景色を堪能しつつ。いやー、いいね。綺麗だったね。まあ、あと帰るのはもうあっという間やろ。オッケーイ。え？こっちか。こっちか、広場は。お、違う。こっちか？左側よね。あ、ここ抜けて、あ、こっちから来た。ここや、ここ。はい、入り口の広場に到着。ふぅ、やっと帰ってきたぜ。はい、ということで、
じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。なんかこういろんなエリアがあったけど、どのエリアもめちゃくちゃすごかったね。やばいねなんかやばいしか出てこん